グランドラインに入って間もなく、秘密犯罪会社バロックワークスによる王国乗っ取り計画を阻止するため、ビビと共にアラバスタ王国を目指すことになった麦わらの一。しかし一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだったが、ナミの回復を優先したいというビビの勇気ある提案を受け、ルフィたちは医者を求めてドラム島に上陸した。この島にはかつて医療大国として知られた王国があった。防政を敷いていた国王のワポルは、国内の優秀な医者を呼び集め、医療を独占することで民を支配していた。ある日、王国が海賊団の襲撃を受けると、かなわぬと見た国王ワポルは民を見捨てて真っ先に逃亡。その際、医者も連れ去ってしまう。こうしてドラム島は王も医者もいない国となっていた。ただし一人だけ島に医者が残っているという。その医者の名はドクター・クレハ。人々から魔女と呼ばれる彼女は、雪山の頂上に立つ城に住み、いつ町に降りてくるかわからない。ナミの病状が悪化していく様子を見たルフィは、ナミを担いで雪山を登ることを決断。サンジと共にドクター・クレハの住む城を目指して出発する。残る仲間たちも雪山を見つめ、ナミの無事を祈り続けていた。なんだありゃ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ、トナカイだ。よし、頑張ろう。邪魔する奴は蹴り飛ばすまでだ。さあ、味わうがいい。王の見せる奇跡。行くぞ。ガードポイント。Yeah!
任せて引っ込んでろ。
けだな。こんにゃろ、お前なんかに負けないぞ。消化してやる。雪国名物だ。俺様の出番か。アラバスタ王国では国王を疑う反乱軍がついに挙兵。クロコダイル率いるバロックワークスが仕掛けた王国乗っ取り計画は大詰めを迎えようとしていた。反乱を止めるためアラバスタに上陸した麦わらの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが罠に陥り、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが檻に入れられてしまう。ビビの活躍とサンジの起点で檻から脱出したルフィたちだったが、アジトの周りではバロックワークスの社員たちに加え内乱の情報を聞きつけた海兵までもが麦わらの一味の行く手を阻む。すでに反乱軍は王国の首都アルバーナを目指して進軍中。迎え撃つ王国軍も臨戦態勢で開戦の時を待っている。麦わらの一味はアラバスタ王国を救うことができるのか。トナカイって食えるのか。いや待て、非常食に。これは食い物じゃないぞ。よし頑張ろう。俺も一緒に行くぞ。貴様と俺との格の差を見せてやろう。うおーやっやっうおーやっピンどうだスコープピン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 
かな。私の憲法に張り合うなんて冗談じゃないわよ。勝てない、勝ち目がないのよ。私逃げる。ごめんね。やっべー、倒したぞ。わあ、チョッパー、その調子だ。俺たちだってやりゃできるんだ。ランブルク、
力を合わせようじゃないかね。任せて。よし、待ったか。私のモットーは姑息な大犯罪だがね。私と戦ってみるかね。後悔することになると思うがね。そうだ、逃げるのは別に勝とう。ドルドルランブル、ロゼオビチ、舐められきっているようだがね、実に不愉快だ。もうドルドルを任せて。やられた、やられた。ドルドルを、おしめはないがね。俺たちも頑張るぞ。これが俺の力だ。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。お力を見せつけてやる。ガードポイント。海のコックに逆らうとどうなるか味わってみるか、クソ野郎ども。ランブル、ロゼオビチ、遊びはこの辺でよ。ここをやっちゃってもいいかな。Yeah!
邪魔をすんじゃねえよ。ザコども、決着をつけに来てやったぜ。任せて。先だけのやつなんだ、いくらでもいるぜ。聞かないで。俺を誰だと思ってる。聞かないで。並びろ。袖を見て。やっぱりこいつ強いんじゃないか。リスナの乾き具合と。やめろ。いい砂の乾き。お前が俺の勝つ気なのか。上等だ、ザコ野郎。そこどけよ。お金ならぶっ飛ばすぞ。そうか、ミイラになりて。今日の空は荒れ模様。雷鳴があなたのハートを打ち抜くでしょう。負け犬にはお似合いの巨星、根拠もねえ。レザーラムル、ロゼオメチカラビロ。これくらいで俺を止められると思うなよ。さすがだぜ、ブギー。あいつはやめます、大丈夫だ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。デザートスパーダ、任せて。これでも食らいなさい。残念、新キローよ。トルネードスクーポン、すげー。あんな強い奴らに勝ったんだ。やるよ。心配すんな。